USJ の秋といえばハロウィンですよね。今回のショーの主役はこれです。明日から USJ で始まるのはハロウィンパーティー。今日はキラキラに決めた上原アナウンサーが一足早く体験しました。見てください、ピカチュウが出てきました。ピカチュウ去年に引き続き登場したのは今や世界で大人気のポケモン。 DJ に扮したピカチュウとゴーストタイプのポケモンゲンガーが会場全体をアゲアゲに。キラキラも取れちゃいました。もう今年のハロウィンも楽しめそうです。ショーの後はポケモンたちとの触れ合いタイム。さらにこちらのレストランも期間限定でオープン。食べるのがもったいないほど可愛いグルメが楽しめます。またあさって夕方からは毎年恒例の人気イベントハロウィンホラーナイトも開幕。そんなに詳しくなくってショーですっかり虜です。 USJ のハロウィンは11月4日まで。昼はポケモン、夜は怖いゾンビたちと思い出作りはいかが？